クフルの DIY。 皆さんこんにちは、あやくふるです。今日はチャンネル登録者数2万人記念、あやくふるの自己紹介その2。わー、自己紹介その1の時にコメントでいただいた質問12個に答えていきたいと思います。質問その1、お仕事は？クラフト発明家です。脳みそシュワシュワになる発明をいつも考えています。2つ目、お誕生日はいつですか？何歳ですか？3月生まれです。年は細かくは秘密ですが25歳よりは上です。 YouTube を始めたきっかけは何ですか？ロゼットを作ることにものすごく苦戦していたのですが、仕切り板で作れることを思いついて、これは世界に知らせないとと思って始めました。こちらがその一番最初の動画でご紹介したロゼットです。この周りのひだを編むのにすごく苦戦をしていました。何十個もやり方を考えながら、一番良かったのがこの仕切り板を使う方法でした。動画ありますので、この右上のところをクリックしていただければと思います。このロゼットは私のアイコンの写真にもなっています。4つ目、あやくふるちゃんのデザインは誰が描いていますか？こちらはイラストレーターの田中さんにお願いして描いていただきました。田中さん、ありがとうございます。5つ目、顔は出さないのですか？という質問よくいただくんですけど、カメラに向かって話すことが全くできません。ものすごい噛みます。練習中です。6つ目、 DIY 以外で普段何をしていますか？いっぱいあるんですけど、夫と映画や音楽を楽しんだり、友人や兄弟とご飯に行ったり、あとは習っている歌と水泳の練習をしたり、あと最近始めたんですけど、キックボクシングをしてます。あとは特技のフラフープだったり、フラフープをしながら歌ったりしています。初めて作った DIY は何ですか？何歳の時ですか？確か小学校3年生ぐらいの時だったと思うんですけど、当時住んでた家の2階から1階まで物を渡しているエレベーターみたいなのを作ったことがあります。多分それが一番最初じゃないかなと思うんですけど、この2階から鯉のぼりを吊るして、その中を通してズーンと物を落として、下にカゴがあるので、そのカゴを紐で吊るすと2階に持っていけるみたいな装置を作ったのを覚えています。一番上手に作れた DIY は3つ選んでみました。ロゼットと芝生風筆箱とバドミントン部のシャトルです。ロゼットは先ほどもご紹介したこのひだの部分を仕切り板を使って作るロゼットで、一番初めの動画になります。芝生風筆箱はこちらです。ダイソーで買ったペンケースに2色の毛糸をぐるぐる巻いたストローを貼って、このような芝生風筆箱にしたものです。結構ふわふわしてて気持ちいいので、未だにこちらはよく使っています。あとこちらがバドミントン部のレジンで作るシャトルです。こちらが部活シリーズの一番最初になりました。いつも使っているハサミはどこのですか？こちらはアルスコーポレーションというところの ID チョキというものの名前入りバージョンです。この持ち手の部分は好きな色を選べて、この刃の部分も好きなのが選べます。そして名前も入れてもらいました。すごく使いやすいので大事に使っています。ご興味ある方は概要欄にリンクを貼っておきますのでご覧ください。続いて、どうやって DIY を考えていますかという質問ですが、何種類かパターンがあります。作りたいものから考えるパターンは、例えば先日ご紹介した仕切り板で編み木のものはマフラー作りたいので編み木を考えたりします。ふと思いつくパターンは、前ご紹介した揺れるミニボトルアレンジだったりがそのパターンになります。こちらのミニボトルをアレンジするのに、蓋の部分にチャームをつけて、それをそのまま中に入れると、こう揺れてちょっと不思議な感じのものができるようなものを作ったのですが、こちらはこうふと思いついてぶら下げてみようと思って作ったものです。あとネタ出しから思いつくパターンなどもあります。ネタ出しはちょっと説明がしづらいので、今度このダイソーの新しい色の樹脂粘土を使ってネタ出しの動画を作りたいと思っています。朝は苦手ですかという質問ですが、ものすごく苦手です。準備は遅くても前の日の夜には終わらせておくタイプです。最後の質問です。チャレンジしたい DIY はありますかという質問をいただきましたが、こちらはいろいろあるんですけど、この間失敗したスライム粘土スクイーズやってみたいと思っています。他にもやりたいことはすごくたくさんあるので、どんどんチャレンジしていきたいと思います。今日は自己紹介その2でした。グッドボタンとコメント欄にコメント、リクエスト、質問などお待ちしております。本日もご視聴ありがとうございました。これからも DIY 動画をどんどん出していきますので、ぜひぜひ応援よろしくお願いします。あやくふるでした。バイバーイ。